ロックポートはアメリカ合衆国ニューヨーク州の北西部ナイアガラ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査での人口は21,165人だった。エリー運河の一組の校門から氏名が付けられた。市の周りを同名のロックポート、町が囲んでいる。バッファローナイアガラホールズ大都市圏に属している。 ウィリアム・ヘンリー・バートレットの描いた1839年のロックポート1816年4月、ニューヨーク州議会がエリー・ウンガの建設を承認した。測量士が提案したルートはナイアガラ軍の中央を横切るものであり、当時は文明化されていない白人開拓者のいない地域だった。当時、最も近い開拓者は近くのコールドスプリングスにいた。 提案された運河が建設される場所が知られるようになると土地投機家が運河に提案されたルートの沿線や近くの大きな土地を買い始めた。1820年12月までに校門の正確な場所が決められ、ロックポートとなる地域の全体はわずか15人のものが所有していることとなり、その多くはクエーカー京都だった。運河は1824年にロックポートに達したが、 校門が完成したのは1825年になってからだった。1829年までにロックポートは確立されたビレッジとなっていた。校門を中心に町があり、主にスコットランドとアイルランドからの移民が運河の労働力として連れてこられた。その労働者は校門完成後も死に泊まり、今日でも識別できる強いケルト人の影響を残し、 特にローアータウンとノースロックポートの地区にその影響が残っている。ロックポートは1865年に公式日として法人化された。エリー運河は1918年にさらに大きなニューヨークシューバージュ運河によって取って変わられ、有名な南のゴ連ンの拷門はより大きな E34 と E35 に置き換えられた。北のゴ連ンの拷門は現在も放水路として残っている。 近年、役所と民間企業が、ロックポートの歴史を、全国ではないとしても、地域の観光地に組み込む動きを行ってきた。その中には、運河発見センターの完成、ロックポート洞窟と地下ボートツアー、ロックポート公門とエリー運河クルーズがある。現在、地方政府は、歴史ある5連の再建を州に認めさせようとしており、 ボートの旅や再現者によって生きている歴史の場所にしようとしている。交換された報告書ではロックポートの生きている歴史の場所が毎年数多い観光客をロックポートに引きつけることができるナイアガラからの日帰り旅行として売り込まれると述べている。市内には多くのアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される資産がある。ロックポート市最大の雇用主は ゼネラルモーターズ部品、元はハリソンラジエーターコーポレーションであり、1912年にこの土地に設立され、1918年にゼネラルモーターズの事業部になった。デリファイサーマルシステムズとしてデリファイコーポレーションに10年間所有された後、2009年にゼネラルモーターズに返還された。1948年、ロックポート警察署長が、 エホバの証人の牧師が外戦車を使って公共の公園で説教を行う許可を取り消した。サイ夜対ニューヨーク州事件の裁判でアメリカ合衆国最高裁判所はアメリカ合衆国憲法修正第1条に対する違反として市の条例を却下した。ホールズ道路鉄道橋。円形左はダブルリフトのロックポート公門、右は北の五ン。さらに円形に セントメアリーズローマカトリック、教会アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.6平方マイルであり、このうち陸地8.5平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は1.39%である。エリー運河が、市の中央を通っており、南のトナワンダクリークの方に曲がる。新しい2連の肛門を通じて、ナイアガラ断崖を登る。 当初は五連の小さな肛門二組が使われていた。当初の北の五連肛門、ナイアガラ断崖を越える場所、現在はゲートがなく一流水を逃がすために使われている。現代の肛門は高さ24.5フィート、幅40フィートあり、当初の南五連に置き換わっているロックポート市はニューヨーク州道78号線、道31号線、 道77号線、道93号線など主要トラック道路数本が交わるところにある。州道78号線から北の州間高速道路90号線まで17マイルである。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ロックポート市は一人の市長と市政委員会が統治している。市長は4年任期、市政委員は2年任期である。 市内の5つの選挙区から各1人、さらに全市を選挙区に1人の市政委員が選ばれ、市政委員会を構成している。ルイス・カム・フォート・ティファニーが制作したステンドグラス窓第1長老派協会以下のリストは、ロックポート生まれの著名人である。ありがとうございます。